改めまして、本日は公益財団法人ウェルビングフォープラネットアース並びに一般社団法人アースカンパニー合同オンライン対談イベントにご参加いただき誠にありがとうございます。本日は全3回のスペシャルオンライン対談イベントの第2回目となっております。今夜は今をターニングポイントにニューノーマル時代の新しいライフのあり方ということをテーマに、公益財団法人ウェルビングフォープラネットアース表現員であり株式会社ライフル代表取締役の井上隆さんをゲストスピーカーとして招きしまして、アースカンパニー代表浜川飛鳥と共同創設者の浜川智弘の3人の対談形式でお話をしていきたいと思います。ウェルビーイングは良い状態と訳されることもあり、その語源はウェル満足、ビーイング本質と言われていまして、世界でも注目を集めている概念です。今夜は利他主義を掲げる、ライフル社長の井上隆さんの考えるウェルビューイングについてもお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではアースカンパニー共同代表浜川智弘さんの方にマイクをお渡ししたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆さんこんばんは。アースカンパニーの浜川智弘です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。浜川飛鳥です。井上さん、今日は、お忙しいところ、ご参加いただきありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、私の方からちょっとスクリーンシェアをさせていただきますね。見えておりますでしょうか。はい、大丈夫ですか。はい、皆さん、本日は、平日の夜にもかかわらず、このようなイベントにご参加いただきありがとうございます。今宵のイベントはですね、90分、時間をいただきまして、このような流れで、進めていきたいと思っております。まずはですね、私の方から、軽くイントロダクションを、させていただいてから、それから、本日の、豪華ゲスト井上さんに、お話しいただいて、そこから、バトンをアスカに、渡してですね、アスカンパニーの、活動概要をちょっとさせていただいてから、フリートークを、30分ぐらい、まあ、これがメインですよね、30分ぐらい、させていただいてから、最後に質疑応答ということなので、はい、ご参加いただいている皆様、いつでも、質問いただけたら、後で質疑応答の時間に、なるべく、多くの質問に答えていきたいと思いますので、いつでも、書き込んでください。はいですね、はい、では早速イントロに、移りたいと思うんですけども、そのウェルビーイング、先ほど、島田の方からもありましたけども、一応定義みたいなものはあるんですけども、まだまだ、未開発というか、本当にこの議論が最近始まった分野なのかなと思っています。で、まあ、いろんなこう関連する言葉概念、があると思うんですけども、その中でも、まあ、よく出てくるのは、ハッピネス、幸福だとか、サティスファクション、満足度、ヘルス、健康、生活水準、目的、人生の目的だとか、充実感だと思うんですよね。で、まあ、非常に、英語に訳しづらい、概念、言葉で言うと豊かさとか生きがいがあると思います。で、まあ、最近では有名になってきたこの SDGs ですね、サステナブルデベロップメントゴールズの、3番目、ゴール3も実はこれ、健康っていうだけじゃなくて Good Health and Well-being っていう、この Well-being って言葉が実は SDGs でも入っているぐらいに今、メインストリームに、なってきているのかなと思っております。で、まだまだその、まあ、未開発なこの領域ですので、まあ、今日の議論を通じて、またさまざまな研究を通じてこれをもっともっとこう、見える化していくだとか言語化していくことが重要なのではないかと多くの人が思っていることだと思います。はいでですね、まあ、そもそもまあこういう、例えばウェルビーイングの、こう、領域をこう確立していくにあたってですね、第1回の、先週のイベントでも少しお話しさせていただいたことなんですけども、こう新しい時代の作られ方っていうのは3つの
こうステップを踏んで、作られていくのではないかと考えられています。で、一つ目は学問ですね。やっぱり、まあ、あの学術的に研究をする。で、そこから、産業、こう経済活動が生まれてですね、そこから、文化っていうものが生まれていく。で、文化がこう出来上がって初めてあのこう社会に浸透していくという考え方があります。で、先週あの石川良樹さんがあの挙げてくれた例で言うと、例えばこのフィットネスっていうこの、体の健康ですね、あの健康というかあのエクササイズのこと、運動のことなんですけども、これはあの100年ぐらい前に例えばロックフェラー財団が、それに関する研究を進めてですね、学問として成り立って、そういう、まあ、フィットネス産業というものが生まれて、今ではあの運動をするだとか、あのそれで体を動かすということがあの我々の日本にあまの限らず世界の文化になってきているという、そういう背景があるので、まあ、ウェルビーイングというあの分野もこういう、こう成長を遂げられたらということを、考えている人が多いです。で、さらに深掘りしていくとですね、この学問というところを、ですと3つこうステップがあるのではないかと考えられています。で、1つ目がデータですね。あの本当にこうデータを取っていかなきゃいけない。で、そのデータをこう点と点をこう線にしたり面にすることによってナレッジに変わっていく。で、ナレッジが初めて、イノベーションですねにつながっていくのではないかというところで、それであのこのウェルビーイングフォープラネットアース財団というところはですね、この3つ、あのデータ、ナレッジ、イノベーション、それぞれにおいて、測定法の開発、要因の研究、帰りの開発ってい う, こう3つの分野に対して、助成金を出すということを、している財団です。で、あの我々アースカンパニーはまたちょっと全然違った方向からあの入ってきてですね、我々はあの学術的なあのところは あのあまりないんですけども、本当にこうプラクティショナーとしてあの実践する、集団としてあのやっているんですけども、ここの、イノベーションのところですね、介入の開発のところで、ウェルビーイングフォープラネットアース財団と、アースカンパニーが何かしらこうコラボができるんじゃないかということで、つい最近こうパートナーシップを、組ませていただいたという背景があります。それでこの、まあ、ウェルビーイングに関するイノベーションに関して、今回、3回の、企画をさせていただきました。で、これ先週、7月21日火曜日に北川拓也さんと石川良樹さんをお招きして4人でお話しさせていただきました。で、今日がこの井上社長をお招きして人のライフをフルにという、そういうテーマについて話していければと思っております。で、来週の月曜日ですね、8月3日には企業の在り方、企業の役割という、そういうテーマをテーマで楽天の小林誠中さんにをお招きしてお話しできればと思っております。で、この、日程が結構平日の夜なので、 なぜこんな日にやっているのかと思われる方もいらっしゃるかと思うんですけども、実はですね、先週のこの7月21日が新月なんですよね。で、来週の8月3日が満月ということで、植物、だとか、植物の収穫だとか、何かしらこう月の暦にアースカンパニーは、合わせることが多いんですけども、なんか新月に物事を始めて満月にこう、ことをなすというか、ことを終えるということをしていった方がこう自然の摂理に、沿ったあの形になるのかなと思って、平日の夜という形を取らせていただいております。多分井上さん初耳だったかもしれないので、今うなずいてるところがちょっと見れましたけど、はい、そういう背景なんです。はい。で、今日はですね、7月29日は実はこれも実は意味がありまして、去年ですね、2019年の、地球のオーバーシュートデーって言って、1年の再生可能な資源を、使ってしまった日が7月29日なんですね。だから半分ぐらい過ぎた、1年の半分ぐらい過ぎた時点でもう実は資源を使ってしまったっていう、象徴的な日なので、これをこの日を、こう境に我々のこう生活だとか生き方を、こう振り返ってみてはどうかという意味が込められて、今日の、こういう日にしました。はい。それですね、このイントロの時間で第1回のサマリーを簡単に、させていただければと思います。今日ご参加いただいている、方々の中には、先週も、ご参加いただいたという、方もいらっしゃると思います。ありがとうございます。
まあ、もしくは、今日初めてという方もいらっしゃるので、まあ、前回どういうことが話されて今回、どういう流れになっていくのかということも、ご説明させていただきたいと思うので、まずは第1回のサマリーですね。はい、一つ話したのはですね、この経済的発展とウェルビーイングの関係性というところなんですよね。この左の図がイギリスにおける主観的ウェルビーイングの推移というところなんですけども、まあ、この細かい数字は全然気になさなくていいんですけども、重要なポイントはですね、この、まあ、イギリスの、経済成長というか、まあ、GDP パーキャピタと言われているものは、こう2006年から毎年上がっていってます。途中2008年ぐらいにちょっと経済危機があってちょっと下がってますけど、まあ、全体的にこう右肩上がりであるというデータがある一方で、主観的ウェルビーイングの、数値は実は下がっている。 56% で、始まった数値が、横ばいが続いて、実は2013年ぐらいからガガガガガッと落ちてしまっているということなので、この、まあ、経済的豊かさとこの、主観的なウェルビーイングというのは、相関性はないのではないかと言われています。でもう一つ話したのはこの、Threshold Hypothesis ということで、まあ、途上国はですね、まあ、ある一定のこうポイントまでやっぱり成長しないと、このウェルビーイングだと幸福度っていうのは、上がらない。でもある一点を過ぎたら、実は、この経済成長っていうのはマイナス効果があるのではないかと言われている、グラフです。でこのことについて議論させていただきました。でもう一つ話したことがですね、コロナ禍のウェルビーイングということで、この左の方のグラフが、これまたイギリスのデータなんですけども、イギリスは結構こう人口レベルで、ハピネスだとかウェルビーイングの調査をしているので結構データが、あるそうです。で面白いことにですね、まあ、ハピネスレベルがこう、上下していく中でコロナが起きました。でロックダウンがこの赤い線のところで、起こりました。するとですね、この、ハッピネスとライフサティスファクションが上がっていくっていう非常に、興味深いデータがあります。まあ、このことについてはまた井上さんと後ほど、議論させていただければと思っております。で、まあ、これとちょっと似たグラフがですね、アースカンパニーのチーム内でも起こっていて、サンプル数はこの左側と右側で多分何千万ぐらいの差はあるんですけども、アースカンパニーのチームは本当に十何人の、小さな団体なんですけども、我々もですね、実はコロナが起こった後は起こって、それからまあ今に至ってこう実は満足度っていうのが上がっていてですね、これにはいろいろ考えがあるんですけども、一つはやっぱりまあ逆境になると人はなんか燃える、火事場のバカ力ではないですけども、こうなんか生きがいだとかやりがいを、感じてくれてるのではないかなと思うデータがあります。はい。でもう一つ話したことがですね、我々が、支援しているインパクトヒーロー、ベラガリオスという、東チモールの、活動家がいるんですけども、まあ、もし、あとですね、彼女が実は2023年に、大統領選挙に出るんですね。でそれで当選した場合に、まあ、もし石川芳樹、さんと、北川拓也さんが例えば仮にウェルビーイングミニスターみたいな、ウェルビーイング大臣みたいな、役職をだったらどのようなアドバイスをしますかということを話したんですね。それに関しては、まあ、もちろん最初の、ところはですね、まあ、今やっぱり、こう健康、のところを見ていくとやっぱり、まあ、寿命が短かったりとか、まあ、本当にこう、物理的なところで、いろんな貧困だとか、それこそ栄養だとか、まあ、そういう根本的なところは改善しなきゃいけないというところ、まあ、それプラス、できることはいろいろあるのではないかということで、話したのがこれですね、社会的寛容というところで、女性の権利、LGBT、移民だとか、もうそういう社会体制というのは、実はこの生き方の選択肢が増えるということにも貢献するし、それが直接幸せが増すという、直接的な因果関係があると言われているので、やっぱりこの一番下の、社会的寛容というところを、まあ、東チモールでもこう強化していくべきなのではないかということを、話しました。はい。
で、まあ、ここでこうと関連するのはですね、お二人、ゲストお二人が、関わった、この出版があるんですけども、この記事ですね、この研究論文がありまして、でこのここには9つの、ウェルビーイングのファクターがあるんではないかということをこう提示しているんですけども、そのことについても、簡単に、触れました。はい、もしよかったらこちらからQR コードでもいいですし、この URL でもから、ご覧になってください。で最後にですね、この、まあ、我々が、住むバリ島での、考えも少し、触れました。でここではですね、本当にまあ一番バリ人が大事にしている考え方がこのトリヒタカラナというものがあるんですけども、これ簡単に訳すとですね、3つの調和だとか3つのこう幸せの源泉という考えなんですけども、その3つは何かというとですね、神々との調和、自然との調和と人々の調和という3つの調和が一番重要なのではないかという考え方で、まあ、本当にこう、バリ人は、この3つを、非常に大事にして、こう日々の生活に、こういう思いを反映させている人たちなのかなと思っていて、なんかここにウェルビーイングのヒントはここに隠されているのではないかなという話もちょっとさせていただきました。はい、ということですね、第1回の、サマリーをちょっと軽く説明させていただいたところで、そろそろ今日の、メインゲストですね、井上さんにバトンを渡そうと思うんですけども、その前ですね、ちょっと井上さんと我々の、ちょっと関係性というか、どういうご縁があったのかっていうのを、説明させていただければと思います。我々は井上さんとは最初にお会いしたのが多分 2,3 年ぐらい前に、一回、お会いさせていただいて、実は我々の、アースカンパニーの理事の、菅野というものが、映画祭、平和 国際平和映像祭、それですね、それです、国際平和映像祭ね、我々が支援する、キャシーの、うん、動画映像がなんか特別審査員賞かなんかを、いただいてですね、そのご縁でま、お会いする機会があって、それで、去年ですね、去年の10月に我々アースカンパニー5周年を迎えてですね、その機に、インパクトヒーローたちを、日本に、呼んだんですけども、まあ、こういう、会に、まあ、200人ぐらいの会に、設けさせていただいたんですけども、そこに井上さんも、来ていただいて、それですね、実はこれ実は先週できたアニュアルレポートなんですけども、このファウンダーズメッセージのところで実は井上さんの言葉を実は冒頭に持ってきているんですよね。おお。で、このそうサプライズ、その確かイベントの夜にですね、井上さんが、我々にメッセージをくださいまして、うん、ここに感動とは感じて動くこと、うん、心から感動したので動きますというもう本当にしびれる言葉をいただいてですね、うん、その後ご寄付をいただくという、まあ、そういう本当にありがたいことになったんですけども、我々にとってもこのお言葉は、うん、本当に、感動しまして、感動という言葉に感動しまして、ファンダーズメッセージのところにも載せさせていただきました。いや、それ嬉しいですね。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。でその場でいただいたこの本も読ませていただきました。はい。そういう、ご縁なんですけども、はい。では、そろそろ井上さんにバトンタッチさせていただきたいと思います。はい。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。ライフルの代表をしてます井上隆と申します。よろしくお願いします。まあ、今日ね、アスカさん、トモさんとこうやってゆるやかにですね、いろんなフリートークができるのを大変楽しみにしておりました。本当はね、4月に石川良樹さんとか北川拓也さんとか何人かと連れ立ってバリの方のね、ビレッジも見学に行こうって言ってたら、
コロナでちょっと出国もね、ままならなくなっちゃったんで、またそれはぜひ実現したいなと思ってます。先ほどもちょっと打ち合わせの時にね、あの昼間、あのビレッジの外の景色、風景をあのカメラ越しでね、見せていただいたけど、まあ、めちゃめちゃウェルビーイングな環境で、羨ましいなと思ったしないと。ねえ、最高ですね。いや、これぜひみんなで行きましょう。行きましょう。お邪魔したいと思います。じゃあちょっと僕のですね、活動がですね、ちょっといろいろあるので、分かりやすく資料にまとめたものがあるので、ちょっとそちらを共有させていただきますね。よろしいですか。今これ共有できてますか？はい、大丈夫です。はい、あの僕はですね、経済人なので、先週の石川さんとか北川さんみたいにアカデミックな感じのアプローチでは全然なく、自分の役割は Doer、実際に行動して、社会変革をする Doer としての役割だなと思っています。まあ、企業人としてはですね、リクルート辞めて26で、創業したんですけれども、その時は、思いとしてはですね、最大の買い物である自宅、不動産っていうのを、安心安全で納得して買えるような、そういう産業に変革をしていきたいっていうのがあって、といって、志は大変高いものを持っていたと思うんですけれども、持っていた現金は5万円からスタートと。あとはパソコンが1台と、そこからスタートしたという会社です。それが今は大変、仲間も増えまして、400億ぐらいの売り上げになってきました。で、いろんな肩書きがあるんですけれども、この辺はまたちょっと後ほどご説明をします。で、まあ、僕らの会社がですね、大事にしている考え方は利他主義ということで、まあ、世のため、人のために、役に立つようなことをやっていこうと。いう会社にしています。経営理念にもあるように常にこうイノベーションを起こしていきながらできるだけたくさんの人、まあ、最終的には76億人の全世界の人たちが安心と喜び、これがセットになった時に幸福という状態になるというのもポジティブ心理学の創始者のマーティン・セリグマン博士がそう言ってますので、そこから、取らせていただいて、76億人の安心と喜びが溢れるようなそういう社会を作っていこうというのが僕らが目指している世界になります。こういったものをですね、世界中のその不透明だったり不便だったり不満だったり不安だったりという、もうその負を、あらゆる負をですね、取り除いていって、不満は満足にしていきたい、不安は安心にしていきたい、不便は便利にしていきたい、これを事業を通じていろいろとやっている会社です。で、この社是の利他主義、ちょっとだけ触れさせていただくと、仏教用語の自利利他というのから出てきてますけれども、これの、本質的な意味はですね、利他というのは誰かのためにやったら巡り巡ってまたそのお返しが返ってくるということで言っている説もありますけれども、本来の意味はですね、世のため人のためにやったその瞬間に、すでにもう自分の利になって返ってきている。つまり、最も合理的に自分がハッピーに、ウェルビーイングになりたいのであれば、最も合理的な手段は利他な行動することであるというのは、結構学術的にもいろんな実験がされて分かってきているんですけれども、まあ、そういったことを通じています。で、社名も3年前にですね、もともと社名 NEXT というので、次世代を作るという社名にしてたんですけれども、もうこの利他とかですね、経営理念にのっとった形で、あらゆるライフをフルにしようということで、ライフルという造語の社名に書いています。で、下の図はですね、不安を取り除いて安心にするだけでは足りなくって、喜びもセットになった時に人は幸福感を感じますよという絵なんですけれども、さらにこの喜びっていうのを分解するとですね、快楽と充足と貢献という3つの喜びがあります。で、快楽というのは、金銭的なものでですね、すぐに手に入って、ただし熱しやすく冷めやすくて、ピークもそれほど高くない、まあ、翌朝にはね、旬と
元に戻ってしまう、まあ、そういった類のものです。ただ、まあ、これも必要なんですね、潤滑油としては。充足というのは、達成するピークが、の山が高くなってますけれども、努力をして手に入れたときに、充足感のピークを迎えて、手に入れるまでにかかった努力の時間、例えば10年かかったり、20年かけて何かを成し遂げたときは、同じ時間かけてだん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 、希薄化していく、類のものが充足だというふうに言われます。貢献というのは蓄積型、累積型でずっと積み上がっていきますので、これはずっと持続して積み上がっていくんですね。だから、まあ、これもポジティブ心理学でこういう解説をしてますけれども、まあ、こういったところからですね、我々働くっていうことも、何もその売上を上げる利益を出すということが目的ではなくて、あくまでもそれは手段であって、それよりも大きな何かを成し遂げたいなと思っています。で次のこの方程式はですね、僕の人生のビジョンは32歳の時も、19年も前になりますけれども、32歳の時に利他主義の最大級は何だろうなって考えた時に、よし、じゃあ世界平和、それから人類の幸福ということを置こうと。というので、まあ、ウェルビーイング&ワールドピースが僕の人生の目的になった。で、それを、いろいろとやってることは下に書いてあるんですけれども、分かりやすくまとめると、まず心をちゃんと解き明かそうということで、幸福って一体どういうことなんだ、ウェルビーイングって一体どういう状態のことを言うんだっていうのを解き明かしていくような活動を、まずはウェルビーイング・フォー・プラネット・アース財団の評議員としてやらせていただいています。ここで石川良樹さんとか北川拓也さんもそうですし、あとは、日立製作所のですね、AI 研究のトップで矢野さんという方いらっしゃいます。矢野さんは AI とかですね、そういったテクノロジーを使ってどうしたら人々が幸福になるかという研究をずっとやっている、まあ、国内のもうトップ第一人者ですけれども、その方にも、まあ、ウェルビーイングの財団のですね、理事に就任いただいたので、まあ、大変、多岐にわたる多様な、ね、知性と才能が集まった財団なので、これから非常に楽しみです。まあ、先ほど、ともさんが説明の中で言っていただいた学問から産業文化へという流れですけれども、ヘルスケア産業もですね、予防医学ができたことによって、ヘルスケアという概念が生まれて、でヘルスケア産業ができて、今、現時点で世界規模ではですね、ヘルスケア市場というのは300兆円あると言われています。でこれがあと10年すると500兆円産業になる。まあ、日本の GDP、丸々1個分ぐらいの市場がですね、世界的にヘルスケア産業っていうのが生まれてきて、で今はですね、人はもう、健康な状態を維持するのが当たり前だから、ワークアウトしたりだとか、食べるものを気をつけたりだとかっていう、まあ、文化になってきましたよね。で、ウェルビーイングとか幸福と言われるものは、もっと多くの、世界中の人たちが究極目指したい、目標だと思いますので、さらに大きな産業やうねりになっていくということを期待しています。もちろんそこに行くまでには10年20年かかるかもしれませんけれども、もう人間が究極目指す世界なので、信じてやりきっていこうというのをチームの仲間たちとね、話をしています。ネクストウィズダム財団というのはですね、先ほどもデータとかナレッジというお話もともさんからありました。一番、ただ数字が並んでいるというものをデータというふうにすると、それをもう少し編集するとインフォメーションになります。でインフォメーションをさらにその中でも、ナレッジに、高めていったものがありますけど、その次の4段階目というのが、ナレッジよりさらに昇華したものをウィズダム、H というふうに置いていますので、まあ、世界中の古今東西の H を集めながら、未来100年後の社会ってどんな風にデザインしたらいいのかっていうのを、この NEXT WISDOM 財団っていうのではやらせてもらっています。あとは9月の21日って国連が定めたピースデーという、まあ、国際平和デーというのがあって、これはですね、人類の有史以来、1日たりとも戦いのなかった、戦争やテロ、紛争がなかった日は1日もないというふうに言われていますので、少なくとも365日分の1日、9月21日だけは全ての武器を置いて
戦うことをやめましょうといって定められた日になります。でこれをですね、日本ではまだまだその知名度が低いんですが、海外ではもう20億人ぐらいが認知をしてますので、じゃあここもこの平和が大事だという、考えとか価値観をね、ちゃんと皆さんにも伝えていきたいなということでフェスをやってます。過去もう2年やっていまして、だいたい7000人ぐらい1日で集まるフェスになってますが、今年はもうちょっとコロナの影響があるので、完全にオンライン版でこのピースデーフェスというのもやっていきたい。はい、そうなんですね。やっぱりオンラインなんですね。オンラインですね。ただオンラインの方が海外のゲストとかも気軽に参加してくれやすいので、ですね、ジェレミー・ギリーというロンドン在住のイギリス人がいるんですけど、彼がたった一人でこの世の中どうしたら世界平和になるのかというので、9月21日を、国際平和デーにしましょうって言って全世界回って国家元首にやって、最終的に国連総会決議で全員一致でその日をピースデーにしようって決めた男なんですけど、彼もですね、第1回目は日本に来日してくれたんですけど、今回はオンラインで、参加をしてくれます。なるほど。すみません、井上さん、なんかちょっとスクリーンシェアがちょっとかぶっちゃってますね。なんか同じスクリーンが。あ、直りました。大丈夫です。もしかして違う方をやってるかな？あ、今大丈夫です。直りました。大丈夫ですか？はい。はい、続けてください。はい。で、あと、まあ、21世紀学び研究所というのは幼児教育ですね。人格形成期の3歳までにどういうことを教育すると人はこう自分らしくね、自信を持って前に進めるかということもやっています。心が解き明かされても社会システムが古いまんまだと、20世紀型のまんまだとですね、結局社会構造を変えないと変わらないというのがありますので、先ほどお金が増えても主観的幸福度が上がらないという話ありました。これ日米でもですね、過去何十年ってずっと研究してますけれども、GDP とか1人当たり GDP が増えても幸福度は上がってないっていうのはもう明らかになってるんですよね。それから別の研究では少し幅がありますけれども、年収700万円ぐらいに到達すると、そこまで上がっていたウェルビーイング幸福度というのが、そこでも、成長が止まってしまう。でもう少し高い推計値でも1500万ぐらいなので、まあ、人によりますけど、国によりますけど、大体700万から1500万ぐらいのレンジの中で幸福度っていうのはもう止まってしまう。だから、マズローの欲求段階説で言うと、第一欲求と第二欲求の生理的欲求と、あとは安心安全欲求っていうのはお金で買えますけど、それ以上の帰属欲求、家族の愛とか真の友情とか人とのつながりっていうのはお金では買えないものですし、社会的な尊厳欲求っていうのもお金では買えませんし、あと自己実現、これもお金では買えないものなので、そういったことが今後は非常に重要視されるようになるだろうなと思います。で、そういう社会システムを作るためにですね、資本主義のバージョンアップしなきゃなということで、 Living Anywhere というプロジェクトをやってます。書いて字のごとく、どこででも生活できるというプロジェクト。それから経済団体のですね、理事をやっているのは、古い規制改革をするために次々に政府に提案をし、省庁にも掛け合いながらいろんな規制を緩和するということも、進めています。あとスーパーシティはまだ構想だけなんですけれども、もう未来のウェルビーイング度の高い街ってこんな街だよ、こんなビレッジだよっていうのを実際に作ってしまおうというのを、今無人島を物色したりですね、100万坪200万坪ぐらいの山林をどっか適当なとこ、いいとこないかなって探したりとか、まあ、そんなことをしています。宇宙の、ね、開発事業団で JAXA ってありますけど、 JAXA ともこの前連携をしましょうというので、これはその隣のテクノロジーにも関係するんですけど、国際宇宙ステーションってあるじゃないですか、宇宙に浮かんでる、はい、各国が利用するやつ。あれ、水もあの中で生成しますし、エネルギーも自前で生成するし、もう完全にサーキュラーエコノミー、サーキュレーションになってるわけですよね。技術を民生化して地上に戻してこようっていうのを JAXA と一緒にやろうとしたんです。で、それができると、そのテクノロジーのところにある人が生まれてから死ぬまでの間で、多分これは絶対必要だなっていうサービスが、水、食料、あと住まい、あとは教育ですね、それと働くこと、医療、
エネルギー、通信、この8分野をですね、AI とか、ロボティクスとか、IoT とか、バーチャルリアリティとか、ブロックチェーンとか、5G とか、こういうのをガチャガチャ掛け合わせながらですね、どうしたら、生活コストを今の10分の1にまで低減できるか。で、地球環境にも、負荷をかけすぎない、まあ、エコな生活ができる。エコな生活するんだけど、利便性は今までよりもさらに上がってる。で、コストは10分の1。まあ、こういう世界が作れると、働き方も劇的に変わるんだろうな、というふうに思っています。まあ、今日僕がお伝えしたかったのは、この、方程式ですね。人類の幸福と世界平和っていうのは、心と社会システムとテクノロジーの掛け算で、まあ、できんじゃないかな、という感触を持っております。で一応僕自身はですね、150歳まで自分の寿命があると勝手に置いてるんですけど、本当にそうなるかどうか分かりませんけど。まだ100年ぐらいあるってことですね。そうなんです。だから僕のですね、計画で、一旦100歳までは計画を立てたんですけれども、100歳までに第二次世界平和が終わっていて、その時はもう戦争も紛争も完全になくなっていて、その手前は、はい、まあ、ベースオブピラミッド、貧困層の人たちが、まあ、水とか教育とか食料とか家とか十分ちゃんと、満たされている状態で自立したければ誰でもが自立できる、まあ、こういう社会を、第一次世界へそこまで作りたいなと思っていて、まあ、逆算してバックキャスティングで今言ったようなリビングエニウェアとか、まあ、その他の研究っていうのをやっている状態ですね。はい、一旦僕の、はい、残りの50年はどうされるんですか？これまだ決まってないんですけど、なんか完全に自然の中に帰る生活がいいなと思っていて、農業をやるとか漁業をやるとか。はいはいはい、なるほど。じゃあ第三次産業から始まって一時に戻るってことですか？そうですね。いやでもなんかそのウェルビーイングっていうのもほら、そもそももう生物ってね、要は物質、無機物からだんだん、海の生物ができて陸上生物になってきたから、自然の一部じゃないですか。はい、なんか聞いたところによると、人間の耳には聞こえない高周波の音っていうのが森林では出てるそうなんですけど、はいはい、でそれを人間は耳では感知できないんですけど、毛穴とか体全身でその音は感知してるらしいんですよ、ね。はい、で脳波でアルファ波がこうドバッと出るっていうので、なんか森の中行ったり自然の中にいるとわー気持ちいいってなるのはそういう、もともと太古の世界、海から出てきて森で人が生まれてっていうのがあるので、まだまだ解明できてないこといっぱいあるんですけど、うんうん、だからさっきのバリのね、経典の中で自然との調和っていうのもありましたけど、はいはい、そうなんだろうな、これからだんだん解き明かされていくんだろうな、そんなふうに思います。深いですね。はい、多分アスカの話ともちょっと通じるところがあると思うんです。はい、ありがとうございます。はい、はい、ではですね、はい、井上さんありがとうございました。どのスライドを撮っても聞きたいことは、15ぐらいあったので、ちょっとまた置いといてですね、アスカンパの説明に移りたいと思います。はい、はい、皆さんスライド見えていますでしょうか？大丈夫ですかね。はい、じゃあここから、アースカンパニーの、活動紹介と、私たちが考えるウェルビーイングっていうテーマについて、15分ほどお話をさせていただきたいと思います。はい、まずアースカンパニーの説明させていただきますと、アースカンパニーは未来を作る組織です。でどんな未来を作ろうとしているかというと、次世代につなぐ未来を作る組織です。でなぜかというと、人類は私たち人間が治し方を知らないものを次々と壊してしまった。でこの言葉はですね、1992年の、リオの地球サミットの時にセボン鈴木さんっていう、もう当時12歳だった少女が言った言葉なんですね。でこれは大人たちは治し方を知らないものを壊すのをやめてくださいっていう言葉だったんですけども、それは本当にすごく真髄をついていて、世界がハッとした言葉だったんですね。
でこれ本当にそうだと思うんですけれども、まあ、その結果数えきれないほどの社会課題や環境課題が世界にあふれてしまったっていう現状が今あります。で例えばまあちょっと例を示していくと、まあ、これ環境課題に特化したものですけれども、例えばあの、まあ、先ほどあのトムヒロの方からオーバーシュートデーの話をさせていただきましたけれども、例えば、これ2018年のデータだったんですけれども、日本人のように日本人の生活水準で世界全体の今78億人ぐらいがいますけれどもが、日本人と同じ水準で生活したならば地球3つ分の資源が必要になるっていうデータが2018年に出ていました。でこれがアメリカ人と同じ生活水準だったら5つの地球分のリソースが、資源が必要になるっていうふうに言われていました。でこれがあの決して減っていません。これあの増えている一方ですね。で、2050年の話をするとこれからさらに人口は20億人増える予定でというふうに予測をされていて、まあ、98億になるというふうに言われています。で、さらに海ごみの話をすると海に2050年には魚よりもごみの方が多くなるというふうに言われているんですね。でもうすでにあの東京湾で取れているあのイワシのお腹の中にもたくさんの、8割がすでにプラスチックのゴミを貯めていましたし、まあ、私たちの体を、30カ国から、人のサンプルを取ってきて人体、まあ、要は人糞の、検査をしたらもう全員からプラスチック検出されたんですね。っていうぐらい、まあ、これ2050年の話だけではなくてすでに私たちの体の中にそれだけプラスチックが入っているっていう状態がすでにもあります。でさらに、その50年先2100年の話をすると、まあ、気候変動によって、これ、1880年代 の、 その産業革命から比べて4度ぐらい、気温が上がるんじゃないかというふうに予測をされています。で、まあ、そうすると20億人ぐらいが、気候変動難民としてあふれることになります。で日本もこの中にはあの含まれていて、例えば東京でもあの多くの場所が、2100年にはあの沈むというふうに言われていますというような現状がすでにあるということがあって、つまり今あるのは次世代につなぐことができない地球や社会ということですね。で、まあ、今お話ししたのは環境課題だけですけれども、まあ、社会課題をとって もうたくさんの、課題が、溢れていて、このまま次世代につあの継ぐということは、まあ、私たちの世代として、無責任じゃないかというふうにあの私たちは感じるんですね。でこの中で、私たちが大事にしているコンセプトっていうのがあのネイティブアメリカの考え方なんですけど、この地球は先祖から受け継いだものではなくて私たちの子孫から借りているものであるっていう考え方なんですね。なのでこの先祖から受け継いだっていうふうに考えると、私たちが今所持をしているっていうふうにこの、 あの所有っていう概念が生まれますけれども、でも子どもたちから借りているっていうふうに考えると借り物なのでそのまま返す、もしくはより良い状態にして返さなきゃいけないっていうような概念にあの変わってくると思うんですね。であのそういうふうにしないと私たちの子どもたちが生きる未来はもうないっていうところまであのかなり厳しい状況にあの地球は来ているというふうに感じます。でそこでアースカンパニーが取っていることが Are we being good ancestors? あの私たちは良い先祖でいられているんだろうかっていうことですね。その私たちの子どもたち孫たちにとって、いい先祖でいられているんだろうかっていうことです。つまり、私たちがビジョンとして持っているのは次世代につなぐことができる未来ですね。でそれを作るために、社会変革を起こす、人と組織を支援育成することをアースカンパニーはミッションとして活動をしています。で、2014年の10月に設立してちょうど、6年近く経つんですけれども、これまでにやってきていることが、もう全てはこのミッションにつながることをやってきているんですけれども、一番、メインでやっている活動がこのインパクトヒーローの支援事業、一番左にあるやつですね。でこれが、次世代につなぐ未来を作ることができる人たち、そういうアビリティを能力を持っている人たち、ポテンシャルを持っている人たちを、支援するということです。でこの人たちは年に1人本当にもう素晴らしい素質を持った人たちを厳選して、あの公募して、今ちょうど今も公募中なんですけど、来年のインパクトヒーローの選出中なんですが、もう本当に、突出して、この世界を変える可能性を持っている人たちを、一人厳選して3年間支援するという本当に幅狭く、深くですねっていう支援を提供しています。
で、2つ目が研修事業なんですけれども、今のミレニアルの人たちっていうのはすごく社会に貢献したいという気持ちを志をすごく持っていてですね、その私たちの世代とかそのさらに上の世代のように、昇級だとか、ステータスって言われるものを追求するというよりは自分の存在意義とか存在価値を追求している人たちはすごくたくさんいて、特に、そうですね、ウェルビーイングですねを追求する世代っていうのが、今の、ミレニアル世代だと思いますけれども、で彼らはそう志があるけれどもノウハウがないっていう人たちで、そういう彼らに対してこのチェンジメーカーの育成事業っていう研修っていうものをしています。で3つ目が、組織へのコンサルティングなんですけれども、次世代につなぐ未来を、作ろうとしている、組織ですねに対するコンサルティングをやっています。で4つ目が先ほど井上社長からもお話がありました、このバリ島のエコホテル、今私たちがまさにいる場所ですけれども、これは、私たちのビジョンを、一つ具現化しようっていう、で、この次世代につなぐ未来ってもいろんなあり方があると思うので決して一つではないんですけれども、その私たちの描く一つの例を、まず具現化しようっていうことで、やったのがこのホテルですね。はい。で、私たちが支援しているインパクトヒーローたちの話をちょっとさせていただきますと、環境課題に限らずいろんな社会課題に取り組んでいる人たちがいて、でそれこそアジア太平洋に、フォーカスしてますので、東ティモール、インドネシア、フィリピン、マーシャル諸島、ミャンマーっていう形で今5人、います。で彼らが取り組む課題も本当に社会課題から、環境課題から、多岐にわたるようになっています。でその中で私たちがしてきた支援と言いますと、全体で8000万円ぐらいの、お金を提供してきたんですけれども、でその資金でできたことが、いろんな場所に病院を建てたりだとか学校を建てたりだとか、チェンジメーカーが育つような、環境リーダーが育つようなグリーンスクールだったりだとか、気候変動の問題を解決することができる、気候変動のユースセンターだったりだとか、いろんな施設を建ててきています。で彼らの活動の、資金的支援ということもしてきています。で彼らの、受益者を、全部で合わせると、60万人を超えるっていう形に今なっています。で私たちが60万人以上を支援しようとすると、すごく大変なことですけれども、彼らがそれだけの、支援者受益者をもうすでに抱えていて、でこれだけの人たちにの生活を、改善するだけのもうポテンシャルだとか、プラットフォームというのを持っている人たちを応援しているので、これだけの受益者を、支援することができるっていう形で、支援をしています。で全体的に、1億2000万円以上の寄付を今まで、いただいてきたんですけれども、それでこういう活動をさせていただいています。でこの支援事業以外に関しては全部収益事業ですので、私たち の自己収益というものも、一緒に使いながらこういう活動をしているというのが私たちの活動になります。で、ここから私たちが考えるウェルビーイングの話なんですけれども、まずこの、コロナっていう、本当にもう世界的に大きなことがありまして、でそれによっても世界的にいろんな人たちの価値観だとか生活だとか考え方が変わってきたと思うんですけれども、で内閣府が行った調査っていうのがありまして、でそれ本当にすごく面白い結果が出ていたんですね。でこれはもうウェルビーイングの研究だとか、このジャンルにおいてはずっと言われてきたことであって、その先ほど井上さんもおっしゃってましたけれども、経済的に豊かになるにつれて幸福度って本当に上がるんだろうかっていう、人は本当に幸せなんだろうかっていうところをずっと言われてきましたけれども、それを市民レベルというか、実際に人々が本当に実感した機会になったんじゃないかなというふうに思うんですね。で、その今回の調査が、明らかにしたことっていうのはこれ以外にすごくたくさんあるんですけど、ぜひこの、新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識行動の変化に関する調査っていうのを調べていただいたら、PDF で出てくるのでご関心ある方見ていただいたらと思うんですが、今回そのロックダウンっていうことがあって、在宅勤務でシングルマザーの方々ととか、シングルに限らずお母様方が働くお母さんは本当に大変だったと思うんですけれども、それでも7割の人たちが家族と過ごす時間が増えた、でかつ8割の人がそれを維持したいというふうに考えているっていう、これは本当に真摯に受け止めなきゃいけない現実だなって思うんですね。でかつこの全体で 15%、 そして20、30代では2割程度が東京を離れることに関心を示しているっていう結果が出ています。でこれはその働く場所の自由とか自分が住む場所の自由とか
働くイコール都心にいなければいけないっていうこの縛りから解放されたいっていうこととか、働くイコール、都会に住んでなきゃいけない、要はその自然にいる方が、幸せを感じるのに働くのであれば都心にいなきゃいけないっていう、そういう縛りから解放されたいっていう人たちがそれだけいるっていうことだと思うんですね。でまさに井上さんが、先ほどおっしゃっていたリビングエニウェアの事業にもすごく関わってくるところだと思うんですけども、要は、今の社会の在り方が本当に人が幸福を感じられる環境を提供しているのかどうかっていうところですね、をまさに今問うべき時じゃないかなっていうふうに思います。でこれは学術的には問われてきたことですけど、今はまさに私たちが問うべきじゃないかなっていうふうに思うんですね。でこれ私のことなの、私個人の話なんですけど、私が幸福を感じるときってどういうときかなって考えてみました。でそうしたらこの順番かなと思うんですけど、一つ目に、本当出産ですね。まさにその子供を産んだときの喜びに、変えられるものは今までの人生でなかったと思いますし、本当に子供家族っていうのが一番のその喜びの、源だなっていうふうに感じます。で2つ目に無人島での生活ですね。でこれはちょっと話長くなるので短くしますけど、私は20代、10代の終わりの方から旅をよくしてたんですけど、で太平洋の人たちが本当に生活水準すごく低いですし、テクノロジーもなければインフラも整ってなければ、その経済的豊かさもないけれども、なんでこんなに幸せそうなんだろうっていうことをすごく疑問に思って、太平洋に旅に行った時に、その彼らが例えばこう釣りに行って男の人たちが俺の方が大きい魚釣ったぞみたいなのですごい盛り上がってるところとか、うちの畑の太郎芋の方がでかいぞとか、そういうことで比べ合って喜んでる姿見て、なんか都会でこういう喜び方してる人たちあんま見ないなって思ったりだとか、そういう出来事すごくサモアとかトンガとか島を旅する中であったんですね。でその中で感じるのは、その生活をする喜び、その生きることの喜びっていうのを私たちってあんまり実感する機会なく生活をしてるなっていうふうにすごく感じるんですね。で魚を食べようと思ってもスーパーに行けばあるし、お肉食べようと思っても、スーパーに行けばあるしっていう、その食べるための苦労をしなくて済む、でその苦労をすることによって、でそれを得た時の喜びっていうものが得られる社会じゃない、得られる生活ではない、でそれはある意味いいことでもあるんですけれども、そこで失われている喜びもあるんだなっていうのをすごく感じて、で私は無人島での生活をしてみたいと思って無人島に行ったことがあったんですけど、でそれは本当に究極の生活で、もうものすごく苦労しないと生きていけないんですけど、その苦労が喜び以外の何者でもなく、これ以上の喜びって本当にないなって、出産以外ないなっていうぐらいの生きてる実感だったんですね。でこれが2つ目です。で3つ目はやっぱりその人を助けをした時、人の役に立ったなっていう感じる時ですね。で、それもあってこういう仕事をしているのもあると思うんですけども、これは 3.11 の間に私は復興支援に携わってましたけれども、石巻っていう被災地にいた時に、もう本当に何万人っていうボランティアを受け入れて、で、その人たちのを見ていても、その被災地に来た時と、で被災地での生活って本当に厳しいので、被災した施設の中で400人とかが被災した工場の中で雑魚寝状態で、ものすごいみんなの、要は汗の悪臭ですね、まだ、シャワーとかもない時だったので、その中で寝て、で朝起きてまたもうすごく汗をかきに、ヘドロをかきに行くっていうような生活だけれども、それをすればするにつれて、みんなの表情がものすごく生き生きしてくるっていうのは本当に見てて面白かったんですね。 で4つ目に自分を表現する時っていうのがあります。でこれは私にとっては音楽とか踊りだったりとか、であとはその今は仕事でも自己表現することができててすごくありがたいんですけれども、でもう一つ、5つ目が体を動かす時ですね。でこれは体を動かしてもいっぱい汗をかいてすごくすっきりする時で、これは男性は特に共感される方もんじゃないかなと思うんですけど、で6つ目に仲間と何かを、成し遂げる時ですね。で、これだけに限らず、例えば美味しいもの食べる時とか、なんか好きな何かを、頑張ったお金で買える時とか、いろいろあると思いますし、皆さんの幸福感ってどういう時に感じるのかなってすごく聞きたいなと思うんですけれども、これで言いたいのは、私が幸福感を感じる瞬間を皆さんにしてほしかったわけではなくて、どういう、それがどういう現象の時なのかっていうことがお話ししたかったところなんですね。
で、これは、まあ、1つ目だったら家族との時間で、これって今の社会って本当に大事にできているんだろうかっていうところ、で2つ目生きている実感、これって今の社会で感じられてるんだろうか、で3つはこの3つ目リタですね、まさにその井上さんが先ほど話されていたリタですけれども、その会社のこう歯車になって働いて、すごくこの豊かな人たちをさらに豊かにすることにはつながっているかもしれないけれども、本当に社会の役に立ててるんだろうかっていう問いを持っている人たちはものすごく私たちの周りにもたくさんいます。で、私たちの研修事業に来る人たちはそういう人たちだらけですね。で、4つ目は自己表現ですね、まあ、これも自分を表現するっていうことがあまり、可能な社会ではないなというふうにも私は個人的に感じています。で、5つ目の体を動かすときっていうのは汗をかくとか、それに限らず涙を流すっていうのも実はストレス発散にすごくつながっているっていうのが学術的にも証明をされていて、だからこう、まあ、男性だったらまあスポーツをして、男性に限らないですけど汗をかくということもいいですし、例えば感動的な映画を見て涙を流す時間っていうのも幸福感を、上げる瞬間っていうふうに言われています。で、あとこの6つ目すごく大事なところがやっぱりつながりですね。社会とのつながりとか、人間関係の中のつながりで、そのつながりから生まれる分かち合いですねっていうところがやっぱりすごく重要な要素となっているんだと思います。で、まさに、このマズローの、欲求段階説、先ほど井上さんからでも出ていましたけれども、ここに当てはめていくと、まあ、こういうふうにはまっていくなというふうに思うんですね。で、まさにマズローはこの1から5までの欲求を長年言っていたんですけど、晩年、亡くなる直前になって実はそのさらに上があって、6つ目がこの利他、自分の欲求を超えて、人に尽くすことっていうことが、本当はもう究極のところの、幸福感として、まあ、欲求として、人類が持っているものなんだということを提唱していました。そう、本当に倫理にかかってるんじゃないかなというのを実体験を持って感じます。で、人はどうしたら幸せになるのかということなんですけれども、カリフォルニア州立大学 の、 博士が、書いた本なんですが、これすごくアメリカで読まれた本だったんですけれども、このまず 50% ですねの、幸せの要因っていうのは DNA だっていう遺伝子だっていうふうにこの人は、研究結果が出ています。で、その他の4割ですねっていうのは自分の心持ちというか考え方、感じ方っていうふうに言われています。要はこの 40% が自分が、コントロールできる部分っていうことですね。で、残りの 10% が、私たちの多くが、幸せってこれが作っているっていうふうに思っている部分 で、 でそれはどういうことかというと、例えば、ステータスだったりだとか、こう職業だとか学歴だとか、それによって得られるものっていう部分ですね。でもそれって実際、本当は1割ぐらいしか自分の幸福度に関係してないんだっていうのがこれで言われているっていうことになります。で、それを考えていく上で、このステートオブマインドですね、その考え方とか、価値観っていう部分ですけれども、この満腹と満足っていう考え方ですね。で、まず満腹っていうのはこの資本主義がこう描いた幻影だなと思うところがすごく私はあって、このもっともっと、ないものにこうフォーカスする、だからあればあるほど幸せになるっていうマインドセットを植え付けられたのが、まあ、一つのこの資本主義の原因だったんじゃないかなというふうに思います。で、資本主義はもっともっと、足りない足りないっていうマインドセットを作り上げて大量生産に持ってって初めて、回っていくものが資本主義というか、まあ、この大量生産的資本主義なので、まあ、私たちはもっともっとあればあるほど幸せになるっていうふうになぜかこう思ってきたんですけれども、結果そうではなかったってことが明らかになっていて、で今考えなきゃいけないものは、どうしたら人は満足をするのかっていうこと。だから満足っていうのは別に物がなくてもそこにあるものにフォーカス、ないものよりもあるものにフォーカスをすることで得られるものも実はそこにたくさんあるじゃないかっていう考え方だと思うんですね。でその中で、考えていくべきだなと感じるのがこの、Be Do Have のコンセプトって言われるんですけど、要は、先ほどの 10% の部分ですね。で、10% の部分で、まあ、働いてたくさんお金を儲けて、何かしらのものを持ちたい、要はこの Do の部分が、10% ですけれども、まあ、その結果、家度だとか車だとか家庭だとか、何かを消費することができて、その結果喜びがあるんじゃないかっていうふうに、まあ、感じている人たちが多いし、まあ、そういうふうに社会って今なってると思うんですけれども、でも必ずしもそうではなかったっていうのが今の現状だと思うんですね。で、これからは、自分がどうしたら幸せになるのかっていうウェルビーイングを最重要とした、考え方にこうシフトしていくのが、今重要になるんじゃないかなというふうに感じています。
で、自分がまず喜びを感じる、幸せ、充実感を感じるっていうウェルビーイングを追求したからには、その結果としてある、アクションは自分を幸せにするものである。で、結果そのもたらせるものっていうのは結果幸せであるっていう考え方ですね。で、そうですね、まあ、これ最後になるんですけれども、まあ、私たちが、職業って しなくてはいけないというふうに思っているものって、まずこの、この左側の図の右下ですね、お金になることですね、かける、まあ、得意なことということで、あの職業を、選んでいると思うんですけれども、そこに、自分が好きなこと、自分が情熱を感じることっていう要素をもっと入れていいんじゃないかっていうのが、まあ、今まで言われてきたんですけれども、最近言われているのは、それに実は4つ目のサークルがあって、でそれが世界が必要とすることっていうふうに言われています。でそれは別に世界じゃなくてもいいと思うんです。それはまあ周りの環境に求められていること、要は自分がすることで周りがハッピーになること、で周りがハッピーになればそれは自分にとってもハッピーだっていう考え方ですね。だこの4つの要素がこうかぶさるところを、これ英語のコンセプトで生きがいって言うんですけど、ちょっと日本語の生きがいのニュアンスとは違いますけど、まあ、そこを追求していくことが、人間にとっての幸福になっていくんじゃないかっていう考え方が今あります。なので、まあ、こういうふうに結果が出ていましたけれども、まあ、今私たちが考えなきゃいけないのは、個々が、私たち個々が自分のウェルビーイングは何なのかっていうことをまず考えること。で、これが井上さんが先ほどおっしゃっていた心の部分。で、かつ、で、それを私たちが理解したならば、その個々のウェルビーイングを実現できる社会を作ること。これが社会システムの部分だと思うんですね。っていうのを、こう、社会が実現していかなきゃいけないっていうことを、もうすごく強く感じます。はい、私たちからのプレゼンはここまでになりますので、ここから対談に移れればなと思います。素晴らしい。なんかこれ別に内容については打ち合わせしてないですもんね。してないです、はい、そうなんですよ。あまりにキーワードが一緒でびっくりしたんですけど。すごい僕もびっくりした。なんか井上さん、今聞いててなんかありますか、なんか感じた。まあその Be Do Happen ところはね、2人から教えられたと言っても過言ではないんで、ああそうだよなっていうのでね、自分でも振り返ってみました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、はい、まあ、井上さんの、プレゼンの、でもね、本当に盛りだくさんのことをお話しいただいて、どこからお話ししようかなとちょっと思っているんですけども、一つなんかすごく気になった言葉があったんですよ。で初めて見た言葉で、なんかリターンオンカンパニーっていう ROC っていう、はいはいはい、なんか、まあ、ROI とかそういう言葉はね、もちろんその企業価値だとか投資みたいに使う言葉だと思うんですけども、このリターンオンカンパニーっていうところをちょっとなんか、説明していただけると嬉しいなと。あ、了解です。まあ、カンパニーってね、会社っていう意味ですけど、もともとの語源だとね、パンを一緒に食べる仲間っていう意味から語源が来てるので、はい、これでいいかな。今画面って共有されました？はい、見えてます、はい。僕らが考えるカンパニーって真ん中に利他主義があったら、まあ、社会を構成するものとしては一般消費者と顧客と従業員、パートナー、株主、地球環境で社会で、これにプラス自社、自分の会社っていうのを入れると、まあ、内部留保するってことですけれども、そうすると 8個出てくるので、はい、近江商人で三方よしって言いますけど、ね、僕らは八方よしだと。八方美人ならね、八方よし。はい。だから、これの利他主義という中心の軸がね、株主に寄りすぎると、なんかちょっとアングロサクソン系な、なんか強欲資本主義的な感じになっちゃって、はい、従業員クビにして、1万人クビにしたから、その分100億コストカットできたから、じゃあ経営陣たちよくやったって言われて100億のなんかストックオプションもらうとか、とんでもない話があるじゃないですか。はい、ああいうんじゃなくって、もう本当に調和をして自分たちのカンパニーを構成する、仲間、まあ、社中っていう言い方を日本ではしますけど、はい、会社に関係するような全ての人に貢献をしていくっていうことをやると、ROE としての結果的にその最終利益って減るんですよね。
従業員によく頑張ったなってたくさんお給料を上げて、はい、クライアントに喜んでもらうために研究開発バンバンやって、はい、でコンシューマーに喜ばれるようになんかすごいいろいろ投資してなんか磨き上げていって、で地球環境も大事にしなきゃとか、はい、社会貢献も必要だから寄付もねってやると手元に残るの減るじゃないですか、はい、リターンオンカンパニーって ROC はそのカンパニーに配布する前の原資がどれだけ増やせてるかっていう考え方の方がよくて、はい、ROE とかだと要は借り入れ増やせば経営者が簡単にコントロールできる数字ですけど、はい、超長期で100年とか1000年の企業を作ろうと思ったらどれだけ周りの人たちにもちゃんと還元して貢献してるかっていうのが永続的に生き残る会社の基本中の基本なんで、株式市場だとそれが見える化されてないので、うん、ROE とかそういうので見ちゃうんですよね、はい、だからどれだけ従業員に満足できることをしてるかとか、うん、社会貢献活動どれだけしてるかっていうのを全部数値化して上場企業の ROC 全部数字で弾き出したらほらこれと企業価値とあの将来の成長性全部あの相関性あるでしょってやれば投資行動が変わると思うんですよね。その ROC って実際数値化は進んでるんですか？今研究中で東証で3700社ぐらい上場企業ありますけど、その中でここはちゃんと利他的に理念にのっとっていい経営してるよねっていうのを260ピックアップ勝手にして、はい、で集められるデータとか集めてですね、そしたら企業価値と相関性あったんですよやっぱり。っていうところまでは進んできているので、あとはこれの精度を上げるっていう研究を進めるのと、あの制度的に国のね、企業の評価軸としてオフィシャルなものとして導入するっていうのがこれからのステップです。なるほど。これはその日本で進んでいる研究なんですか、それともなんかグローバルに展開されているものですか？今これは日本で進めてますね。公益資本主義っていうのを提唱していて、はい、21世紀の、国富論っていう書籍も書いている原ジョージさんという方が提唱していて、一緒にこういうのを研究進めてますね。そうなんですね、でもそれが本当になんか相関性、企業価値の相関性とかが見えてきて、ちゃんとした指標となったらそれは結構資本主義にとっても革命的なことですよね、でも体感的に分かるじゃないですか。社員大事にしてお客さん大事にしてそういう会社はいい会社でずっと続くよねって当たり前のことですよね。はい、はい、そうですよね。まあそれがもう本当に日本ね、日本っていう、まあ、国を考えると、まあその老舗企業がこれだけ多い、ね、国っていうのは本当に世界見ても珍しいと思いますし、もともとそういう三方よしじゃなくて、まあ、八方よし、それ以上のものかもしれないんですけども、まあ、そういうことを大事にしてきたからこそやっぱりね長年こう愛し続けられるこうブランドというものができてきたんじゃないのかなと思いますよね、そういうのはね日本の企業は結構 DNA として持ってるから、まあ、そういう、なんだろう、率先してそういう評価軸作ってグローバルに広げるっていうのは非常に重要なことだと思います。面白いと思います。それはなんか海外ではなんか B コーポレーションとか、なんかE会社認証みたいのはあって、で、世界にね、3000、4000社ぐらいありますけども、なんかまだ、それは本当に、大企業というか中小企業がすごく多くて、まだその本当に資本主義のど真ん中にはまだこう刺さってない概念なのかなと思っていて、なんか日本では本当に数社ですし、アジアではまだ100社とかそんなものなので、なんかそう、まあそれも重要なことなんですけども、もっとなんかこうね資本主義だとか金融のシステムのど真ん中に入っていく、そういう ROC っていう概念はすごいポテンシャルを感じますね。なんかそのいいことを仕組み化して全世界に広げるとか社会全体に浸透させるってやっぱり大事じゃないですか。なんかこういう指標を作って、要は ROE で投資すると短期的な利益は出すけど、そのうち従業員の給料も例えばよ、極端に言えばものすごく安くこき使って粗悪品作って、
で、もう資本主義の、ね、レバレッジ効かせまくったところって、はい、もう10年後、20年後なくなるじゃないですか。はい。まあ、そういうのをね、ちゃんと見える化したら広まるんだろうなと思って。そうですね。逆に僕ね、ちょっと聞いてみたかったのが、はい。いや、アースカンパニーのみんな、特にね、アスカさんとトモさん、本当すげえなと思って、インパクトを2人からも受けてるんですけど、ある意味、ほら、お二人優秀だから、その資本主義の中でね、どっちかといえば、経済的裕福さ、自分たちの家庭の経済的裕福さを作ろうと思えば作れる立場にいたじゃないですか。はい。でもそれをこう捨てて、このインパクトヒーローたちを応援するっていうことになると、経済的な裕福さは多分、ね、バリバリに、なんて言うでしょう。外資系の金融機関とかにいるとかっていうと違うじゃないですか。はい。いや、かなり厳しいですよ、家計は。まあ、それをね、本当に覚悟決めて飛び込んでるのは本当尊敬するんですよ、すごいなと思って。いやいや、その時点での幸福度ってどう変化してきてるのか、二人の実体験を聞きたいなと思ったんですね。ああ、はいはい。アスカさんがいきますか。そうですね、私は簡単に言うと、物欲、禁欲がないんですよ。なんかそこまで、まあ、もちろんなんかね、なんかかっこいいものだとか、そういうものはいいとは思うんですけども、うん、なんか別にそれは、表面的なところだなっていうのは、なんかちょっと感じていて、うん、なんかそこにあんまり欲は感じないっていうのが正直なところで、うんうん、だからもともとなんかそういう性格なところはあるのかなと思っていて、でもそれこそまあハーバードの、クラスメートだとか、今までこういろんなところで共にしてきた人たちの生活水準だとか比べると、ああなんかいいなとかたまに思いますけど、でもまあそれを犠牲にしてでもなんかこういうことをするなんか喜びだとか生きがい、うん、やりがいってものは感じているので、そこはなんか、うんうん、十分補えてるのかなっていうのは感じます。アスカさんはどうですか。そうですね、まあそのバブルが崩壊してから育っているのもあって、うん、バブルの恩恵をあまり受けていないっていうのも一つ要素としてあるのかなって、うん、思うんですけれども、でその崩壊した中でその私たちの世代が育ってくる中で見たのは、その、まあ、幸せそうじゃない大人を見て育っているのは大きいのかなと思うんですよね、うん、そのあまりそのロールモデルが周りになかったというか、まあ、子供から見たらその人がどれだけ儲けているかとか どういうその経済的な成功を収めているかっていうことってあまり関係なくて、その人がかっこいいかどうかとか、なんかあり方とか考え方とか立ち振る舞いとかがかっこいいかどうかっていう、まあ、割と多分その本質的なところが現れる部分を子どもってすごく見ると思うんですよね。で、そういう人たちがあんまり周りにいなかったっていうのは大きいのかなって思います。だからもう経済的には割と安定している、まあ、社会の中で育ってはいるんですけれども、なんか幸せそうじゃないなっていうのはもう本当に物心ついた時から感じていたことだったなっていうふうに思うんですね。でその中で私音楽が好きだったりだとか国際協力とかっていうことはもう本当に13歳ぐらいの時から志していたのがあって、まあ、そのきっかけとなったのはユニセフに寄付をし始めたことなんですけど、で、から届くそのマンスリーニュースを見ている中で、こんな状況にある子どもたちが世界にはいるんだっていうのをこう目の当たりにしたときに、なんでその、まあ、私がたまたま日本っていう豊かな国に生まれられただけで、まあ、こういう豊かな生活があって、たまたまアフリカに生まれた子とかシリアに生まれた子はこういう紛争下の中にあるんだっていう、その不公平不平等というか、もう生まれながらの不平等とか不条理っていうものをに、まあ、すごく疑問を感じていて、でかつ私が生まれたその社会の中では、まあ幸福、まあ、経済的に豊かな人たちはいっぱいいるけれども幸福そうではない、一方、まあ、すごく不思議だった太平洋の諸国に行ってみると何にもないのにものすごく幸せそうっていう。でも私が前職では気候変動の支援をしていたツバルっていう世界で一番最初に言われている
国に対して支援をしていた NGO にもともといたんですけど、でその時にしていたリサーチは、まあ、そのツバルの人たちの1万人国民がいるんですけど、全員にインタビューをするっていう仕事だったんですね。うん、もう一人残らずインタビューする中で幸福度 100% だったんですよ。それはすごい。もう沈むって言われてる国なのに、こういう状況を作った先進国の人たちを恨むとか憎しむっていう人たち一人もいなかったですし、そういう宿命を負いながらも幸せだって言った人が 100% だったのを見た時に、根本的にすごく間違ってるって感じたのはすごくありますね。井上さんはそこの辺はどうなんですか。なんかそのね、新卒でリクルートでしたっけ、うん、リクルート、はい、はい、そこから26、27で起業されて、うん、なんかそのやっぱり、まあ、資本主義で成功するっていう軸と、まあ、その社会貢献をするっていう軸のそのバランス、まあ、今本当にすごいもうロールモデル並みにこう取られてると思うんですけども、うん、この時点までにこうなんかどういうこう紆余曲折というか、うん、過程で今にたどり着くのかなっていうのはすごく気になるところです。まあでもやっぱ僕もね、かっこいいっていうことは大事で、かっこいい大人になるってことがチャレンジしたかったんですよね。でそれは世界中の老若男女、もう人種も文化も国もね、みんな違うんでも、おお、たかしかっこいいなって言われる生き様って一体どんな生き様だと。っていうのを大学4年ぐらいの時にいろいろ考えてたんですよね。はい。それ反動で、僕はです、はい、そこまではね、すごいかっこ悪いやつだったんですよね。引っ込み思案で、リーダーシップ何もなくて、はい、大体ね、お二人なんかはきっと学級委員長とか生徒会長とかやるタイプだと思うんですけど、僕はもう班長さんすらやったことなくて。班長、はい、でこんなちょっと引っ込み思案でこのまま行ったらちょっと俺ほんとかっこ悪いなと思って、ちょっと人生のスイッチオンにしようと思って、もうプチって意識的にやって、でまあ今に至るんですけど、であとはその創業した時に京セラの稲森さんの本に出会って、まあそこでリタっていう言葉を初めて知るんですけど、まあここまでやった人がこのなんだろう、お金儲けとしての経営とかって全く一言も触れてなくて、もう利他の心が中心にあるんだっていうことを言っていて、それをもう信じてずっとやってきて、最初は分かんないわけですよね。その利他の心って言っても、そうは言っても目の前の売り上げとか上げないと従業員抱えられないじゃんとかって、背に腹変えられないのあるじゃないですか。最初はなんかこうちょっと本当かなって思いながらやってきたのも、もう25年間リタっていうことを中心に据えてずっとやってきてると、今確信ですね。確信に変わってるから、いろいろ変化したというよりは、もうなんだろう、最初からかっこいいとリタっていうことの延長線上にずっと置かれてる感じなんですよ。一番の、なんかリタを貫く上でなんか最大の危機みたいのはあったんですか。そのまあ多分経済的にだと思うんですけども、うん、このリタを貫くためにはなんか少しはなんかコンプロマイズっていうか、なんかちょっと譲歩しなきゃいけないのかなみたいな危機的な状況とか あったんですか。それはね、絶対に、リタの旗を下ろして目先のことを選ぶっていうのはもう死んでもやらないって決めてたんで。そこでのなんか迷いとかっていうのは一回もなかったですね。で一回その、まあ、ちょっとお恥ずかしい話、2003年にですね、うちの社員がノートパソコンを電車の網棚に忘れるっていう事件が起こりまして、その中に個人情報が入ったんですよね。4000人分ぐらいの個人情報ですけど、で要はこれ黙ってれば誰も気づかないっていう話ですけど、うん、はい、いやいや、これで、二次被害、三次被害出たら、もうそんなのもうね、一生悔いが残るから、全部ちゃんとつまびらかにして、で、その個人情報を持ってる方、4312名って もう絶対忘れないんですけど、この人たちにありとあらゆる方法で連絡を取って、はい、あなたのお名前とメールアドレスが漏れたかもしれませんと、うん、もう呼びつけられればもう行って謝りに行きますぐらいのことをやって、でその時にですね、まあ、大手の SIR の下請け仕事としてやってる案件だったんで、その大手の
看板にも泥塗っちゃったんですよ。ああ、そうなんですね。はいはい。で、それで、自己対応とか賠償金とか入れると、当時のうちのちっちゃいベンチャー企業では、もしかしたら払い切れないかもっていうのがあって、とりあえず、売上10億で、利益2000万円しか出ないときに、もう銀行駆けずり回って2億円だけ調達してきて、でこれ超えて支払い発生したら、もう倒産っていうところ。ただそれでもやっぱその嘘をつかないとか、ちゃんとユーザーとか顧客のためになるようにするとか、で従業員も守るとかっていうのをやって、でそこまで利他貫いて、それでもダメだった時はもう一回ゼロからやり直すっていうふうに、そういう覚悟でいらっしゃるんですね。そうですね。いや本当に、いやそれは素晴らしいですね。まあね、今はちょっともうきついな。あの時はね、1週間、7日間で4時間しか寝れないっていう自己対応。1日30分とかですよ。いやー、本当に今でこそ笑える話ですけど、もう当時はね、4312のその数字がもうね、夢に出てくる。忘れられないですね。あの参加者の皆さん、いつでもご質問、書き込んでいただければ、なるべくお答えしますので、ぜひ、井上さんでも、我々にでも、聞いてください。はい、あと10分なので、はい、今のうちにぜひぜひ質問を入れていただいて、ね、はい、あと5分、うん、6分ぐらいでお答えして、でも最後ラップアップになると思うので、はい、ぜひぜひ今のうちにお願いします。一つお聞きしたかったところはですね、まあ、やっぱりこの、まあ、このコロナの状況でパンデミックになって、で、まあ、非常事態宣言が出て解除されて、で、まあ、今日本では徐々に経済活動っていうのが、まあ、再開されている状況の中で、まあ、やっぱりこの価値観っていうのが大きく変わってきたのではないかなと思っていて、まあ、ニューノーマルっていう言葉もすごく出ていますけども、何かこう井上さんがここなんか数週間こうなんかこういう未来になっていくんではないのかなみたいな、そういうまあそんなこう、まあ、明確なビジョンじゃなくても、なんかこういう流れになっていくんではないのかなっていうこと、もし、うん、お考えがあればぜひお聞かせください。まず1個は、まあ、僕だけではなくて全世界の人が多分感じているのは、ものすごいいらないものを消費いっぱいしてたなっていうこととか、時間にずっと追われすぎてたけど、本当に自分にとって必要な時間の使い方とかって実は限られてるんだなとか、だからさっきの飛鳥さん言ったもっともっとっていうふうにドーピングし続けるようなことを、我々はこの資本主義社会と消費社会の中でなんかそれが当たり前だっていうふうになってて、誰もそのチキンレースにブレーキをかけられなかったやつがコロナが止めてくれたっていうのを、かつこれ局地的じゃなくて全世界で同じようにみんなが体験してることなので、人類の価値観のアップデートにはものすごい大きなきっかけになったよなと思いますね。さっきもほら生活をするのにこう丸一日ね、もうそれだけで使うっていう、まあ、全部自分でやるといいんだけど、今の社会だとものすごいアウトソース文明になってるじゃないですか、はい、もう分断されて区分されて、お金払えば誰かがやってくれるみたいなで、はいはい、生産者の顔も見えないとか、そういうのってどうなんだっけってこともみんな気づき始めて、で面白いことに断捨離する人たちがなんかアンケートで言うと8割ぐらいいたらしいですよね。すごいですね。家にずっといるもんだから、これも捨てよう、あれもいらないみたいな感じで、ふと立ち止まると、なんか毎晩の会食って必要だったのかしらとか、なんかワンピース欲しいと思ったけど本当にいるとか、みんなそういうのに気づいてきたなと思いますね。あとはまあ、これコロナの影響よりも前に考えたのは、人間っていくつかの制約に縛られてるなっていうのがあって、その代表例がお金の制約、まあ、お金がもっとあれば何々なのにっていう制約、それから時間と場所ですね、時間に関してはそのお金が欲しいから、自分の時間を削り取って労働をする、その対価としてお金をもらうっていう、そのなんか、はい、
交換条件みたいになってるから、だから時間に追われる。うん、で、場所の制約は、まあ、オフグリッドな生活ができないんで、上下水道があったり、電気とか通信が入るところって、まあ、縛られるじゃないですか。はい。不動産情報を扱ってる会社なのに、不動産を稼働産にしようとしてるんですけど、どこででも誰でも生活できるような方が、場所の制約から解放されて、はい、リビングコストを劇的に下げたら、働く時間からも解放されて、でお金の制約からも解放されて、はい、そうすると選択の自由がもう飛躍的に高まるんで、多分本当に人々は必要なことに自分の時間とか才能を費やすことができるようになるんだろうなっていう、うんうん、ポジティブに捉えてます、この変化を。いやー素晴らしいですね、うんうん、今一ついくつかちょっと質問をいただいている中で一つちょっとピックアップさせてもらうと、リタになれない人にリタの価値に気づいてもらう方法など何かありますでしょうか、かっこリタをやってみるなど思い浮かびますがリタが苦しくなる人もいるなと感じます。うん、まあ仏教の世界でね、自利利他ってもう千何百年も前から言われてることなんで、まあそういう宗教観アプローチもいいですし、あとは西洋の学術が、それをロジカルに解き明かしてたりするので、こんな、調査結果があるんですよね。大学の教授が学生たちに20ドル紙幣1枚ずつバーッと渡して、今から90分間授業の時間外出てってこれ使ってこいと。で帰ってきて一言だけアンケート答えろと。あなた幸せですかっていうアンケート、はい、面白いことに自分のために使った学生グループと誰かのために使った学生グループに分類したら誰かのために使った学生の方が幸福度が上がってるっていう結果が出てるんですよね、うん、例えばそういうなんかその感覚で理解できない人にはなんかリタでやるとこんないいことあるよ、自分の幸福度上がるとか、それによって周りが、生産性が 25% 上がるとか、いろんな成果は出てますから、結構ロジカルに、いやリタって合理的にいいんだよっていう説明もできます、ね、うんうん、まあそれはね無理やりね、利己的な人にリタに収支買いしなさいって言っても難しいんでしょうねでもすごく嬉しいのはね、20年前ぐらいに新卒採用とかしてるときに、うちの社税リタ主義なんですけど、リタって言葉知ってますかって学生に聞くと、95% は知らない、初めて聞いたって状態だったんです。それが今や同じ質問すると、95% がリタ、あ、知ってますよ、こういうことですよねってみんな理解してるんですよね。だから時代がどんどんちゃんとそういう方に変わってきてるな。なるほど。いやー、面白い。だってあれでしょ、なんかファクトフルネスとかの本読んでると貧困層もなんか30億人が8億人ぐらいまで減ってるとか、なんかそんなデータもあるんですよね、うんうんうん、数字的に見たらもうだいぶね減ってきてますし、まあ一番、まあ、ここ2、30年で大きかったのはやっぱり中国 の、うん、経済成長で、うん、そこで数億人は減っていますし、うん、まあそこの本当にね、エクストリームポヴェリー、本当に一番貧困のところっていうのが、うん、やっぱり今はフォーカスになってきているのかなという感じですよね。うん、ここ15年ぐらいで、その一番、もう本当最低レベルの、その生活水準最低レベルの、まあ、最貧困層が 30%、29% から 10% に減ってるので、まあ、だいぶ、うん、まあ、かなりの、プログレスではありますよね。そうよね。だからなんかマスコミとかを見てると、なんか特に日本はそうだけど、ネガティブで悲観的なものばっかり流すから、みんながもう本当にとんでもない方向に行ってるって思うけど、実態を調べるとどん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 良くなってきてますよね。みんながそう願って活動してるおかげで、そうですね、その代表格がね、お二人ですけど、うん、いやいやいや、良くなってきてますよね、うん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 、そうですね。やっぱりなんかその日本の社会の中でももちろん改善されている部分はすごくたくさんあって、でかつ、まあ、その改善されていく中でその弊害もやっぱり生まれていて、でそこの大きい部分ってその、まあ、先ほどおっしゃられた分断の部分だと思うんですよね。
それもその生産者との分断だとか、そのお金を払えば何でもやってもらえるっていう生活するのに、お金を払えば、まあ、もうその誰がやってくれてるか知らなくても生活ができているっていうところ、うん、で先ほどおっしゃられた断捨離って、まあ、そこ面白いなと思ったんですけど、その物とは分断を自らしようとしている人が8割いたけれども、うん、でもその内閣府の調査では7割ぐらいがその社会とのつながりをより感じるというか、あのその重要性を感じるようになったっていうのが答えてるんですね。なんで人とはつながりたいけれども、物とのそのつながりの重要性はあまり感じなくなった人が大きく、まあ、結果として出てるっていうのは一つすごく面白い結果だなと思いますね。でまさに前回 の, その第1回の対談で出てくれた石川良樹さん の,、うん、テデックス東京、あ、テデックス東京大学か東大、うん、東大、うん、の中でおっしゃられてたのも、その寿命を、伸ばすためのファクターの順位で見たときに、その中に例えば喫煙が寿命を減らしているとか、うん、まあ、アルコールを飲むことだったりだとか、まあ、ストレスだったりとか、まあ、環境要因とかいろいろあるんですけど、一番その伸ばせるファクターとして言っていたのがやっぱつながりだったんですよね、うん、それは本当にやっぱすごくそこも大きいと思うし、まあ、それはもう科学的に根拠が出ていて、その幸せホルモンっていうそのオキシトシンっていうホルモンがありますけれども、それはつながりによって感じるもの でそれが癒しホルモンとか絆ホルモンと言いますけど、うん、絆を感じることによってオキシトシン、幸せホルモンが出て幸福を感じるっていう、もう本当にも科学的なことなんですよね。なので、その、まあ、さっきの、そのリタの話ですけれども、その、まあ、誰かに貢献することでこう人とつながり、こう人自分の存在価値をこう自分で感じる、肯定感を感じるっていうこと、誰かの役に立てたって感じること、それってまあ絆とかつながりを感じることで、イコールその時にオキシトシンが出て自分が幸福感を感じるっていうのは本当に理にかなってること、まあ、それを説明したらリタになるかって言ったら難しいところなんですけどね。そうですね。あともうちょっと次の質問、もっと時間もそろそろなんですけども、2つ質問井上さんに、来てまして、ちょっと似てるところがあるので、合体させちゃうんですけど、井上さんの価値観を作ったものや人がいれば教えていただきたいですっていうところ、まあ、さっき稲森さんの、名前があるんですけども、あとまあそれに関連して井上社長かっこいい生き方イコールリタというところに行き着いたきっかけをぜひお伺いしたいです。まあ、影響を受けた人物は母親とあとは稲森さんですね。母親はもうね、今83歳なんですけど、いまだに何か老人ホームとかでボランティアでサポートしてて、もうそろそろあなた入所するぐらいのことしてるんですよっていうのに、はい、もう30年以上ボランティアやり続けてるんですよね。なんかまあそういう、それが自然にやってるんで、そういうなんか利他的な背中は見せてもらってたなということがあります。とは、まあ、チャレンジをするような、まあ、引っ込み思案な子供だったのが、どっかでこうチャレンジするように変われたのは、引っ込み思案の僕にですね、母親は年間50回ぐらい、あんた大器晩成だから大丈夫よって言うんですよ。それ10年ぐらい言われてるとですね、もう洗脳されるんですけど、そうか、何も取り柄ないけど、でもやればできんのかなみたいなね。記事で拝読して、すごくこう自分にちょっとつらかったというか、そういうふうに育てなきゃいけないんだって、すごくこう肝に銘じました。それは井上さんの、お子さんの翔太君にお会いしたことあるんですけども、はい、そうですね、他にもやられてるんですか、そうやって自己肯定感洗脳してるんです。もうやってますよ、もうお前は天才だとか、世界中の全員が敵になってもお父さんはお前の味方だとか。素晴らしい。安心安全作って、でもうね、ものすごいティーアップして、お前ならできるみたいな。で、あとは、まあ、選択の自由はもうすべて息子に与えてるので、はい、まあ、僕からすると子育ての実験ですね。で、今回コロナでですね、ちょうど高校卒業して大学、海外の大学行く予定だったのが、なんかその受験の IB のテストっていうのがなくなっちゃったんですよ、全世界で。そうなんですね、はい、で大学は先受かってんだけど IB の資格が取れないみたいな状態で、じゃあお父さんとりあえず俺1年ギャップイヤー作って、その間にもう起業しちゃうわって言ってて、かっこいい、来週会社を設立するらしい。すごい。何するんですか。ダンスが好きなので、ダンスを通じて言葉がいらないダンスで世界を平和にするっていうのが彼のミッション。世界平和はつながってるんです。
で、まあ、そんなきっかけですね。であと もう一つのかっこいい生き方がリターンに行き着いたっていうのは、もう単純にこれかっこいいっていうと同世代の異性からなんかかっこいいとか言われると若い時ってウキウキするじゃないですか。でもそれって見方変えるとかっこ悪いよなっていうのをこういろいろ反芻していって、まあ、女性からだけじゃなくって男友達からもかっこいいって言われるのってどういうことかなとか、じゃあ友情大事にしようとか、これ目上の人たちからもね、お父さんお母さん世代とかおじいちゃんおばあちゃん世代からも君かっこいいねって言われるのってどういう生き方かなとか、下の子供たちとかね、自分より若い人たちからもかっこいいっすねって言われるのってどういうことかな。でニューヨークのビジネスマンにもかっこいいと言われ、アフリカの村のね長からもかっこいいって言われるっていうと、相当なんかものすごい高めないとダメだなみたいな感じで、まあ、それでリタに行き着いていった。で、まあ、稲森さんが素晴らしくかっこいい生き様をされてる、はい、そう、なるほど、それを目指そうというふうになりました。でもそのなんか同世代の異性のかっこいいっていう定義を気にしないっていうところは多分すごい大きいですよね。多分そこにとらわれてる人は世の中の多分8割9割あると思うので、でもそこをどうやって突破するかですよね。うん、難しいところですよね。そういうのになるとどうしても表面的に着飾るとかかっこつけるってそういう感じになっちゃうけど、本当の真のかっこよさってもっと深いところにありますよね。いや本当にそうですね。いやでも2人は本当かっこいいわ、そういう意味では人生そのものが見た目もね、美男美女でもう素晴らしいファミリーだし、またファミリーが増えるご予定も聞いてますし。そうです。今度4人目が11月に生まれるんですけども、まあ、我々もちょっと子供たちの洗脳に励まないとなと今反省しているところで、まだ本当にね小さいので、まあ、そんなことよりもなんでこんなことをやってるんだみたいな叱り方をしているので、ちょっとはい、今日から反省して洗脳します。僕ね、人生の中で母親から叱られたのって1回しかないんですよ。そうなんですか。もう100万回ぐらい叱ってます。でそれ叱られたのはものすごい記憶に残ってるんですけど、それは直しようのないものをね、そこを、まあ、兄弟喧嘩ですけど、直しようのないところを指摘してこう傷口を広げるような喧嘩の仕方をしたんで、そういう人格を傷つけるようなことは絶対許さないみたいな感じで、でもその1回だけです。それ以外はずっと怒られたことないんですよね。それは何歳の時ですか。それはね、小学校2年生ぐらいだったかな。やっぱりその根拠のない自信って、その幼少期すごく重要だと思うんですよね。その根拠のある自信ってこう実績ができてからじゃないと生まれないじゃないですか。子供の時って実績も何もないから、何か知らないけど多分自分はできるって信じていることがすごく大事で、もう成人するくらいまではそれがすごい大事だと思うんですよね。でそれに必要なのってその自己肯定感だと思うんですけど、日本の教育ってあんまりその自己肯定をすごくするような教育システムじゃないので、その自分のできないことにはなんかフォーカスしちゃうけれども、できることにあまりフォーカスするような記憶になってないのすごく、まあ、私すごい井上さんがおっしゃった私の像は全く違ってですね、私すごいいじめられっ子だったんですよ。でも長いことをした小学校時代だったんですけど、全然合わなくて学校とか社会が、で、まあ、異端児っていうか、まあ、すごく変わってたので、まあ、すごいいじめられてたんですけど、だからそうなんかちょっと違ったら叩かれるとか、まあ、出る杭は打たれるとか、個性が潰されるとか、あの時代はそうだったんですよね。でなんか自己肯定感ってやっぱり生まれないし、でも私たち その教育授業で研修にしてくださるような若い人たち見てても、そのミレニアル世代でね、すごく意識すごくあるけれども、自己肯定をすごくされてなくて育ってるなっていうのはすごく感じるんですよね。それがあるとないことで自分のそのポテンシャルの開花の仕方が大きく違うんじゃないかなっていうのはすごく感じますね。まあでも褒めることと、もう溺愛することでしょうね。ね。抱きしめて溺愛して安心安全状態作って、
で褒め続けるんでしょうね。あの、これ僕もずっと褒められ続けて、当時ちっちゃい時にもね、いやそんなに褒められる程度のことじゃないよって内心本人が思ってるのに、大げさに褒め続けるっていうことを母親はやってくれてたんですけど、その話したら、ソフトバンクの孫正義さんと、ビスルトの弟の孫泰造さん、孫慶はね、お父さんが ものすごいベタ褒めする育て方だったんですって。日本だと漢字テストみたいな週に1回やるような10点満点の小テストとかって繰り返しあったりするんですけど、それで10点満点取って帰ってくると椅子から転げ落ちて、お前は天才バイって言って褒めるんですって。そんなの小テストだからそれみんな10点取れてるよとかって思ってんだけど、毎回その大げさに褒め続けるんで、自己肯定感がね、養われたって言ってました。で、あんなとこまで行っちゃうんですよね。すごいとこまで行かれました。すごいとこまで行ってます。すごいですね。ただひたすらそうやって子供を褒め続けて溺愛し続けたらそれなりになるんじゃないですかね。そうですね、まあ、それはもう本当に会社においても同じだなと思うんですよね。その今までの会社の方ってもうなんでこれできないんだとか、もっと働けとか、俺が帰るも夜も後に帰れとか、いろいろね、まあ、そういう、まあ、パワハラチックのことが当たり前に行われてたのが今までですけど、やっぱり今の人たちってその肯定されたり褒められたり、頑張ったところは褒められて認められたりっていうことがないと、やっぱりモチベーション上がらないのはもう人間の本質としてそうだと思うので、まあ、そういうことによってパフォーマンスも上がっていくと思いますし、そうですね、なんか目的がさ、あれですよね、なんかお金を稼ぐっていうことが目的化しちゃってるから、そのために成果を出す、そのためには能力を身につけなきゃいけない、で能力と成果伴ってないと怒られるって、この構造じゃないですか。だけど目的をお金を稼ぐっていうことに置かないで、ウェルビーイングな状態を目的化すれば、おのずと働き方と暮らし方を変われるわけですよね。あとそれをテクノロジーで後ろ支えしてあげれば、まあ年間30万円稼いだら家族4人裕福に暮らせるぜって時代を僕らが頑張って作っていくんで、そうすれば人生の選択の自由がもっともっと広がりますし、怒る必要がなくなると思います。いや確かにそうですね。まあその想像からいくとですね、15年後ぐらいには人は週に数時間ぐらい働けばいいようになって、で会社っていう機構も多分ね、だんだんこう滑らかに消失していくと思うんですよ、ね、会社の正社員でなければならないっていう生き方はもう過去のものになると思います。はいはいはい、まさにそのもう会社におけるウェルビーイングっていうのが第3弾 の、 トピックなんですけど、なのでその、次は楽天の清中さんね、はい、そうです、小林清中さん、はい、楽天 の、 共同創出者でもある方ですけれども、にこの会社におけるウェルビーイング、その社員のウェルビーイングとか、まあ、その会社 の、 その今世の中に求められる会社のあり方っていうことについてお話しさせていただくことになってるので、いやもう清中さんの話もめっちゃ面白いと思います。楽天だけでね、3万人の従業員いますけど、彼CPO って肩書きだったのがチーフピープルオフィサーだったんですけど、清中さん、これって3万人のピープルを指してんのって言ったら、いやいや76億人のピープルですけどって言って大きいですね、スケールが地球の大統領ですね。でその後 CPO は辞めにして、今度はチーフウェルビーイングオフィサーっていう肩書きに変わりましたんで、さらに拡大してます。素晴らしい。ぜひ次回楽しみに。そうですね。ありがとうございます。そうですね、最後になんか今日のお話、振り返ってどんなことをなんか思っているか、どんなことを感じたかっていうのをちょっと一人ずつシェアして、終わりにしたいと思いますけども、どなたからいきますか。じゃあ僕からいいですか。はい、皆さんどうぞ。はい、2人とね、登壇非常に楽しみにしていて、僕が聞きたかったのは、手に入れようと思えば入れられる生活をあえて手放して幸福を手に入れてるなって思ってるので、そこが一番聞きたかったポイントで、多くの人はその勇気がなくてそのジャンプができない、でも2人はもう勇気を持ってそこに飛び込んだ、
これは本当やっぱかっこいいなと思っていて、今日は聞いている皆さんもね、こういうこのコロナが来た結果、いろいろ価値観の揺り戻しとか感じてるタイミングで、なんか大きなジャンプをしてもいいんじゃないかなと、僕自身も感じましたし、うん、そういうお手本になってるなというのを深く実感しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もう本当にすごい嬉しいお言葉で、もうそうやっておっしゃっていたのですごく嬉しいんですけど、なんか私としてはその何かをもう得られるはずだったものを手放したっていう感覚がなくて、別に手放したわけではなく欲しいものを手に入れただけっていう感覚なんですよね。でその欲しいものを理解できる体験があったことがすごくありがたいことだなと思うんですよね。で例えば日本を出ていなかったらとか、その世界の現状を知ろうとしなかったらとか、無人島に行ってなかったらとか、太平洋の島々を旅してなかったらとか、そういうことを考えたら、普通にもともとコンサルティング会社にいましたけど、そこにいただろうなと思いますし、でもそうじゃない、いろんな体験させてもらって、でまあ、すごくいろんな気づきがあって、私が欲しいものが明確になったということがすごくあるので、本当にまあいろんな体験をするっていうことを、その自分の価値観が当たり前ではないんだっていう、この常識っていう、そのコモンセンスって言いますけど、常識のそのコモンの部分ってコモンじゃないというか、その一つの常識って世界にはないから、その世界の人たちの常識を知ってみる、世界の人たちは何をもって幸せになってるんだろうっていうふうにこう取ってみるというか、それで見に行ってみるってすごく重要なことだなって思うんですね。トマーの人たちもその学歴とかっていうところに全然その関心を示さず、その私がココナッツの葉っぱでカゴを編めた時に、すっごく彼らにとって私魅力的になったんですよ。でそれを見た時に、あ、こういうところでこの人たちは魅力を感じるんだって、もう本当にこう常識覆されたんですけど、そういうのをこう繰り返していると、本質的に自分が欲しいものなんだろうなとか、自分自身が幸せを感じるところってどこだろうなって、そうね、自分自身を深く理解するっていうのが大事ですよね。そうですね、そうだから社会が求めるその幸せ像とか、社会が見せる幸せ像ではなく、自分が自分の幸せなんだろうっていうのをまず一番最初に考えてみるっていう自由を持ってもいいんじゃないかなっていう、ところ、今日井上さんの話も聞いててすごく思いました。はい。それですか？はい。いいですか？私はですね、なんかすごく、勉強になったというか、インスピレーションだったのが2つあって、1つは ROC の考え方が、すごく面白いなと思って、今まで聞いたことなかったところなので、なんかこれが本当に広まって、たらすごい、ことなんだなっていうのは、なんかすごい具体的なこう資本主義の変え方なのかな、なんか鍵となる概念なのかなっていうのが一つと、あともう一つは子育てですね。褒めちぎるっていう演技でもこう椅子から転げ落ちて息子満点で帰ってくることはちょっと想像できないんですけども、褒めるっていうところはやります、やっていきたいと思いますので、はい、かっこよさの重要さっていうのも、もう人間って結構単純で、かっこよければやりたいと思うっていうところもみんなそうなのかなって思う、この理解っていうものを追求しながら、そのこれだけの規模を成し遂げられているっていうのは本当にすごくいいなって思いまして、その私たち NGO でリタで当たり前なんですけど、でももうこの規模で資本主義の中でリタをされているっていうのはもう本当にもうかっこいいに尽きるので、もう目指します。ありがとうございます。ですね、本当に今でも多分もうこんな遅い時間で80人以上の方に、Zoom と Facebook 合わせた80人以上の方にご覧になっていただいて、ありがとうございました。次回のね、ことは、じゃあ、島田の方からよろしくお願いします。はい。画面共有させていただきます。もう時間も遅くなってしまったんですけれども、簡単にアンケートの方の記入をよろしくお願いいたします。今チャットの方に、リンクが、Zoom の方は、チャットの方に、リンクが貼ってきました。もしくは QR コードの方から、読み込んで、30分、30秒から、ほんと1分くらいで、
入力できる簡単なアンケートになっていますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあその間に、先ほど話に出てきた、次回予告の方も私の方からさせていただきます。第3回、今回のスペシャルイベントの最終回になっております。8月3日月曜日の、同じ時間9時から、最終回は、株式会社楽天チーフウェルビーイングオフィサーの小林誠中さんをゲストに迎えまして、未来を変える楽天とアースカンパニーが実践するウェルビーイングというテーマで、満月の8月3日に、今回のスペシャル対談の方を締めくくりたいと思っております。はい、じゃあトモさん、アスカさん、井上さん、あ、トモさん締めの言葉を、はい、全然本当に井上さんどうも長い時間ありがとうございました。ありがとうございます。かっこいい、ロールモデルとして活躍し続けてください。我々も それを追いかけて頑張りますので、また今のトレーニングが終わったら直接お会いに、ね、会いに行けるのを楽しみです。あ、そうですね、はい、パリでもお待ちしてます。そうですかね、東京パリで、はい、ぜひみんなでパリ行きますから、はい、ぜひお手なしてください。お手なします任せてください。はい、はい、ではありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。楽しかったです。はい、どうも。おやすみなさい。